感じで出来上がっております。美味しく出来上がっております。いかがでしょうか。茶屋において実演食を始めたいと思います。じゃがいもは男爵っていう風に使っておりました。水と雑穀の分量は 1.5 倍から2倍ぐらいの水でっていう風に、ちょっとバター味をしようかな。たくさんの方にいらしていただきまして、当初予定しておりました試食の個数よりも、30% 増しほどでお出しさせていただきましたのでね、大変。